こんにちは、授業準備 TV の梅子です。英語を理解するにはたくさんの単語を覚えなければなりませんよね。絵と名前を一つ一つ見せて子どもたちに覚えさせることも大切ですが、何度もやっていると子どもたちももう知っているよとなり、飽きてしまって授業に集中してくれないと悩んでいる先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回はカフートを活用して楽しみながら英語力と記憶力を鍛えるクイズをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。カフートとはネット上で簡単にクイズを作成できるツールで、無料で利用することができます。有料版ですとクイズを作成するときの機能を増やすことはできますが、無料版でも十分楽しむことができるので、まずは試しに使ってみてください。投稿者の先生はそんなカフートを使ってミッシングゲームという英語力と記憶力を鍛えるクイズを作成したそうです。このように複数の動物や野菜のイラストと英単語が10秒間表示されます。10秒後にイラストの一つが消えるので、どれが消えたかを答えるゲームです。10秒間で一生懸命イラストと英単語を紐付けて覚える必要があるため、ゲーム感覚で英単語を覚えることができます。全部で10問出題され、3分ほどで気軽に取り組むことができます。授業の開始や隙間時間に活用できそうですね。問題が進むと少しずつ動物や果物の数が増えてきて、難易度も上がってきます。英単語を覚えるだけではなく、集中力や短期記憶の向上にもつながります。投稿者の先生は動物、野菜、果物の3つを題材にミッシングゲームを作成してくれています。授業ごとに題材を変えることで、子どもたちもクイズを楽しむことができますね。概要欄に投稿者の先生の記事のリンクを記載しておりますので、そこからカフートのクイズにアクセスすると、そのままミッシングゲームで遊ぶことができます。またカフートでは今回ご紹介したクイズ以外にも様々なクイズがありますので、ぜひ授業やレクで使えるお気に入りのクイズを見つけてみてください。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今回はカフートを活用して楽しみながら英語力と記憶力を鍛えるクイズをご紹介しました。カフートはいろいろなクイズを簡単に作ることができ、他の先生にも共有することができます。面白いクイズが作れたら、ぜひコメント欄でご紹介ください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。